ちょ、今日はあのみんなにあの僕のおすすめの引きこもりメニューを紹介しようかなと思って。おお、自由だ自由だ。飲みすぎには注意してください。みんなもお家で楽しい時間を過ごそう。僕の家での過ごし方は一畳リフティングです。はい、皆さん、コロナウイルスね、まあ、かからないことが一番だと思いますが、まあ、この機会に家で楽しい時間を過ごしてみてください。私たちのお家での過ごし方はゲームをしたり、雑誌を読んだり、家カフェをしたり、料理をしたり、メイクの勉強をしたり、写真を撮ったり、家族と仲良く過ごしたり、みんなもお家で楽しく過ごしましょう。バイバーイ。おすすめな家での過ごし方を紹介していきたいと思います。今日紹介するのはメイクブラシの洗い方を家にあるものだけで今日は紹介していきたいと思います。ほら、そうするだけでも結構もう水がね汚れてるぐらい汚れがしっかり落ちます。この動画を見てやってもらえたら嬉しいです。みんなの家にいる時間が少しでも充実できたらいいなって思います。今日はですね、皆さんに僕の大好きなね古着の T シャツたちを紹介したいと思います。じゃーん、こんな感じです。はい、まあ、まだね奥に死ぬほど眠ってるんですけど、一旦これだけ出してみました。でですね、この中で僕が結構気に入ってる T シャツがこちらです。任天堂スーパーマリオブラザーズ2のアメリカ版の T シャツですね。アメリカで日本のアニメの T シャツとか売ってる場合ね、結構面白いんですよ。はい、とまあこんな感じでね、僕はこの好きな古着たちを眺めて、お家で過ごしております。皆さんもですね、まあ、なるべくね外出は避けて、まあ、自分の好きなものをね改めてこうやって見つめ直してみるのもいいのかなと思います。自宅で簡単いちごサンドの作り方をご紹介したいと思います。ではいただきます。うん、ぜひ皆さんもいちごの他にキウイとかバナナとかでいろんなフルーツサンド作ってみてください。